はい、どうも、こんにちは。僕です。13騎兵防衛圏、続きをやっていきましょう。今回もね、前回に引き続き、キサラギウサミ編をやっていきたいと思います。前回突然ね、おそらく2025年に飛ばされてしまったところからになりますかね。喉が渇いた。ケヤキ町廃墟。何日経ったんだろう。こんなになっちゃってるけど。ここが、私の住んでた。2025年の街、まだね、2025年とはね、どこにも明示的には出てきてないんで、あくまでうさみちゃんのね、書簡によるところになります。敷島は明治期の動乱に政省として財を成した財閥、就職先に、これ見たね、前回と同じ内容ですね。じゃあ美和子、東雲先輩じゃないですか。先輩どんな感じ。さっきまで苦しそうにしてたけど、相変わらず包帯巻いてる。今は落ち着いてる。東雲先輩、なんで包帯巻いてるんですかね。早く見せないと。もともとここにいたのか、一緒にタイムリープしてきたのか、どっちなんですかね。東雲先輩も私たちと同時に来たのかな。もともと顔見知りだったんですかね。意識が戻れば何かわかるかもね。とりあえずあのバカが戻ったら、これからのことを決めよう。埃が飛んでますね。埃が飛んでる。埃が飛んでて喜んでるような人はいないですよね。東雲先輩、ゴートと一緒のところをよく見たの。もしかしたらこの人も未来から。このゴート先輩がやっぱりあの、なんだっけ、特務機構の偉そうなメガネかけた人、あの人やっぱゴート先輩なんですかね。帰ってきた。いたいた。どうだった。戻ってきたな、この野郎。この野郎戻ったぜ、美和子。偉そうに。お前何を怒ってんだ。ちょっと目を離した隙に、あんたが勝手に家に戻ったから。家に戻った。こっちはここで待ってたのよ。尾形家の状況、それがまだ起きないの。見つけた時から寝ているってことなのかな。動けねえだろう。ああ、そういう態度なわけ。尾形家の状況は、知らぬ、ゴートと、どうだったの。ほれ、まずは飲めよ。なんだこれ。壊れた自販機から飲み物くすねてきた。さすがですね。お前も。何これ。ともかく食い物と水がねえとな。ああ、缶詰や缶ジュースなら探せばありそうだぜ。他にはもう人がいないんですかね。ありがとう。喉乾いてんだろ、飲めよ。了解です。冷えちゃいねえが中身は大丈夫だ。賞味期限は、賞味期限をチェックしようよ。飲んじゃうんだ。それなんだろう。飲んでる時カレンダー見つけてさ、2025年のだったよ。ああ、やっぱりそうなんですね。お前の言う通り、ここは未来っぽいな。2025年、街はどこもぶっ壊されてて、ここと似たようなもんなんだが、ダイモスがあんまりいないんですかね。あちこちにあったぜ。なんだ、とんでもないって。怪獣だ。え、怪獣が死んでやがんだ。は、誰が倒したの。あんたんちどうだったのよ。俺ん家があった場所にゃ40年後、でかいビルが建ってた。なんだって。半分崩れちまってたけどな。私の家は、美和子ん家は、家近いのかな。広い駐車場になってた。なんだって。ママやパパは、40年も経ってんならどうなってるか全くわからねえな。いや、そうそう変わらんやろ。私の家はどうなっただろう。リアルにこの時代にあるからね。死んだ怪獣。トラックサイズの鉄のゲジとか、はあ、ビル並みにでかいずんぐりしたやつとか、至る所に止まっててよ。ジーモーラ。虫ダメだから。そうなんだ。気持ち悪くて調べてねえけど。意外だね。それでなんで死んでるって。虫ダメなんだ。ちぎれてんのもあったから、絶対死んでるって。なんだよ。はあ、あれ見たらお前もそう思うって。あのね、ダイモスってね、今まですごい機械的なね、無機質なね表現でしか出てきてないんですけど、
あの機械の装甲の中は内臓とかがあるらしいんですよ。普通に骨格があって内臓があって、あの中身はねすごい有機的な作りになってるっぽいんですよね。だから怪獣らしいです。なんかね公式かわからないんですけどね、設定資料的なものをねちらっと見てしまいました。死んだ怪獣、待て調べに行っちゃうの。私も自分の家がどうなってるのか、両親が無事なのか確かめたい。これ分岐か。待って、じゃあねまずは怪獣、死んだ怪獣をね見に行きたいですね。調べに行く。怪獣見に行くから場所を教えて。ここで分岐になるんですね。おい待て、美和子は2年とここにいてくれ。エンジ君ついてきてくれるんだ。これ見ろよ、死んでるだろ。これなんだ、 G モーラーかな。怪獣ってより、何これ、機械。夏野の話を思い出した。何これ、宇宙人が作った破壊兵器かも。調べる。何かの操作が。何、今ネンジ君なんか言ってなかった。宇宙人の機械にしては分かりやすい形してるな。何どうしたの。いや、なんかショベルがついてる。あの瓦礫の向こうにさ、何ですか、誰かいたように見えて。誰、どこ、人かな。まあ森村も恵みも。森村、あんなのと戦うつもりなの。森村、なんで森村さんが出てきたの。森村先生、もう何もないですね。何かな、誰かな。見間違いじゃないの。おかしいな。何、隠れろ、キサラギ。何なんだよ、バカ。何なの、急げよ。何なの誰、何これ、人型のダイモスなんているの。何よあれ。ターミネーターかよ。ターミネーターじゃんね。人型のダイモスなんているんだ。人型だし、人型サイズだし、へえ、こんなに大きさのバリエーションがあるんですね。行ったか。うわ、宇宙人。わかるわけねえだろ。どっから来たんですかね、ダイモスって。やべえってのはわかる。やっぱり宇宙から来てるのかな。見た目は映画のあれそっくりだ。ターミネーターだよね。デスドロイドだっけ。ターミネーターだってば。確かに似てる。ででん。これなんだ、これどこの部分なんだろう。ここちょっと見て。何あ、何こいつはマジかよ。なんだよ、はっきりしろよ。敷島重工のマークじゃねえか。はは、じゃあこの怪獣みたいなやつら、敷島で作ったってのか。国産なの。日本製、メイドインジャパンですか。宇宙人じゃなくて怪獣ダイモス。メイドインジャパンだった。襲ったの。なんで？なんで？アンリアルエンジン。は？なんだ今の。何？人が乗ってるのもしかして。ダイモスってさっきなんか有機的な話をしたんですけど。操作盤を調べる。どうしようかな。赤でしょ。同じこと言われちゃったよ。どれ押しても同じなのかな。アクセス権がないっていうからね、多分どのボタンを押してもダメなんでしょう。もう押してみるけど。ないどれを押しても同じだわ。はあ、押し方が悪いんじゃないのか。押し方、俺がやってみる。はあ、まさか。こんなのはこうして。ほら、ほらな、なんか役員権限。役員って敷島の役員。は、親父が敷島の重役だからか。は、あんたボンボンなの。生体認証だからかな。
なんだ宇宙開拓。え、宇宙開拓？急に宇宙ですか。惑星って他の星？計画第三工程、地表の造成と改造。ダイモスだ。超大型自動重機 D シリーズ D800、ジャイアントモーラー大型地殻掘削機 G モーラーだ。怪獣、四季島の重機なのかよ。人が乗るんだ。これが本当なら人が乗らなくても動くのかな。他の星を開拓するための機械がなんで過去の地球に現れてるの。はぁ、わからねえよ。衝撃の事実なんですけど、冬坂よりロック解除可能だって。リザルト終了の前に、あ、ネンジ君が現れました。ネンジ君が現れた。その前に他の分岐も見ていきたいところですよね。死んだ怪獣でしょ。もう一個あれ、桜高校だって。とりあえずじゃあもう一個見ていきましょう。多分ね、今の場所に戻れると思う。キサラギトミなんですね。本当は家の様子を見に。あれあれ、おかえり、すさみちゃん。しののめ先輩は。ただいま。先輩、気がついた？はあ。そっか。戻ったぜ。あれ、今の話の続きっぽいですね、これ。未来の四季島の惑星を開拓する計画。うん。開拓用の大型重機が怪獣の正体。うん。なぜ過去の地球に現れたのだろう。そうだよね、宇宙から来たのはわかるけど、なんで時代を超えてくるんですかね。森村も恵みもいたね。四季島は明治期の動乱に清少とし、聞いた聞いた。死んだ怪獣。怪獣見てきたけど、あれは怪獣なんかじゃない。大丈夫かな。宇宙人の兵器でもないわ。花粉症かな。四季島重工製のでかい重機だった。まさかのね。土木工事とかの、まさかの国産品でした。それが町を襲ったの。ここよりずっと未来の宇宙計画で、どこかの星に使われる予定だったみたいだけど、未来から来てるんだよね。なんでわざわざ時間を超えてここを壊したのかはわからない。謎すぎる。そっか、謎が解けたと思いきやね、まだ謎が残ってるんですよね。ほらよ、何、チョコレート。そこのコンビニで見つけた。すごいね、抜かりないですね。甘いの苦手だから。チョコレート全部やるよ。優しいな、ネンジ君。チョコレート。バテてる場合じゃない。早いな、食うの。糖分補充で復活だ。うん、甘い。かわいいな。死んだ怪獣はいや、私の家行く。私確かめたい、自分の家に戻ってみる。行ってみよう。悪いけどここにいて。ブサミちゃん。おい待て、美和子は2年とここにいてくれ。またついてくるんですね。なんだかんだね、ネンジ君優しいよね。え、キサラギのマンション。私の住んでたマンション、こんなになっちゃった。べっこべこ。ごめん、だいぶ落ち着いた。もう気持ち切り替えないと。何これ、1階はカフェとかなのかな。いいだろ、泣きたいときゃちゃんと泣くべきだ。泣いてなんかないわよバカ。それじゃそのひっでえ鼻声は風邪か。元からこういう声なの。そうか。1階のケーキ屋さん。ケーキ屋さんか。洋梨のタルトが美味しかったんだ。よくめぐみと食べたんだ。友達か。うん、薬師寺さんね。町がこうなるのを見てたのね。え、だからあの時。なんで、どういうこと。待って、他なんもないかな。ネンジ君でしょ、それだけか。思い出せ。ああ、じゃあ回想が始まります。あの後の話かな。ゴートレイヤメ。あれ？ 1985 年度。学校借りてる場合じゃないでしょ。
にはこそれも40年前の格好なんか。まだ来たばっかりだけど、まだ来た直後っていうわけじゃないんですね。まだ美和子とは面識がない。どこに行けばいいんだ。オート君は、オート君、女子高生たち。この子たちも一見同年代に見えるけど、制服が同じなんだね。私の時代じゃ50代のおばさんか。そういう見え方しちゃうよね。不思議な感じ。うん、よりちゃんだ。待たせてごめんね、美和ちゃん。眠そう。よりちゃん、どこ行ってたの？毎回眠そう。ベッド空いてたし、保健室で寝てた。信じらんない。それで6弦サボったの？そうなのよ、びっくりした。そうなのよ。授業終わってて。なんでこんなに眠そうなんですかね、いつも。後ろの席の同級生だ、うん、のどかだね。しょうがない、他にできることもないし、うん、図書館にでも行って敷島について調べてみるか。敷島。しかしスマホないの不便だな。めぐみ、めぐみちゃん、思わずね呼び捨てにしちゃった。あれ、面識あるでしょ。待って、めぐみ。なんで。トミ、あんたもここにいたんだね。無事でよかった。なんで同じ時代に来たんだろう。めぐみ、私たちの町どうなったの。あんたあの後残ってみたんでしょ。残って。それは教えて、パパとママは。残って。コートの言ったこと嘘だよね。そんなわけないよね。なんだ。あ、十郎くんだ。十郎くんだよ。ねえ、あいつさ、泉だよね。 あいつ同じクラスなんだけど、声かけても他人のふりするし。クラエくんだ。おどおどしてておかしいのよ。なんかあったの。彼は戦いで記憶を失ったの。頭打ったとか一時的なやつだよね。クラベ君に。二度と元には戻らない。なってしまった。嘘。あいつ完全に別人じゃん。そう、騎兵に乗るとね、脳みそに負荷がかかるらしいんですよね。諦めるしかないってこと。だから騎兵に乗りすぎるとあなっちゃうの、頭。諦めるわけない。諦めたりしない。いつからこんなにね、十郎君のことを愛してしまったんでしょうか。ごめん。めぐみちゃんは。めぐみ、ごめん。一体何があったんでしょうか。え、ここでメタチップ入手だって。じゃあリザルト終了。アンロック条件、まああと1個解放すればね、このままうさみちゃんも解放していけますね。じゃあね、今回はまあ時間的にも、キリがいいと思いますので、ここでね、終わりにしたいと思います。はい。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。